ひぃ、なんなのよこいつ。うお、一体どうした？何よこの雨入道って生物は。ああ、雨入道か確かに不思議な生物だよな。不思議どころじゃないわよ一体何者なのかしら。ふ、もしかして元は人間だったりしてね。なんて、そんなわけないか、ホラーゲームじゃあるまいし。ふ、あながち間違いじゃないって言ったらどうするぜ。何言ってるの突然、そんなわけないじゃない。確かに公式が明言したことではない。しかし、ピクミンシリーズには嘘か誠か囁かれている。恐ろしい都市伝説がいくつもあるんだぜ。というわけで今回はピクミンの本当にあった、怖い都市伝説4000を語っていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのはピクミンの舞台は未来の地球だった？だぜ。うん？未来の地球だった？そうだ。そもそもピクミン1、2、3の舞台は、すべて同じ惑星であることが、作中で言及されているんだが、マップをよく見ると、地球とそっくりなんだぜ。例えば眠りの谷をよく見ると横断歩道に見えるだろ？うわほんとだ。でもそっくりなだけで別の惑星かもしれないじゃない？だって、地球なら私たち人間がいるはずだし。そりゃそうだ。しかしピクミン1には宇宙船のパーツの中に、ガイガーカウンターなるものが存在するんだ。これが何か知っているか？ガイガーカウンター？カウンターっていうくらいだから何かを測るのかしら。その通り。ガイガーカウンターは放射線量測定器。つまり放射線の量を測る機械のことだぜ。そうだったのね。でもそれが何なの？それがな、このガイガーカウンター、一定量の放射線を検知すると、G と音を鳴らすんだがピクミン1で登場した惑星では、ガイガーカウンターがずっと鳴り続けていたんだぜ。え、それってつまり、その惑星は放射線まみれだったってこと？そういうことだ。地球にそっくりだが人間が一人もいない惑星。鳴り響くガイガーカウンター。そう、ピクミンの舞台は放射線によって人間が滅んだ、地球なのではないか、と考えられているんだぜ。ひえー、そんなわけない。って言いたいけど、材料が揃ってるわよ。ああ。核戦争が起きたのか原子力発電所が爆発したのか、一体何があったかはわからないが全くの無関係とは考えられないぜ。そして、放射線がまみれているということであれば、この惑星に不思議な生命体がいる理由もわかるはずだぜ。え？もしかして、チャッピーたちは放射能で突然変異した動物。信じるか信じないかはあなた次第だぜ。続いて紹介する都市伝説はピクミン2の洞窟は近未来の地球だっただぜ。近未来って地上とは別の未来ってこと？そういうことだ。2には洞窟が出てくるんだが、中には食人の台所のようにどう見ても人の家の中としか思えない場所が登場するんだ。そういえばそうだったわね。さらになぜか洞窟に入ると時間が停止するんだ。ここから導き出せることはただ一つ。そう、洞窟内部は地上と別世界の近未来の地球だったんだぜ。いやいやいや、それだけで断定するのは早いんじゃない？時間が止まるのは不思議だけど、地上と同じ時代かもしれないじゃない？よしわかった。では最初に話した惑星は未来の地球説が、事実と仮定して語ってみよう。まず、さっき私は眠りの谷には横断歩道があるって話をしたが、よく見るとコンクリートの上に大きな切り株が生えていることがわかる。あらほんとだ。たくましい切り株ね。ああ、なかなか分厚いコンクリートの上に木なんて生えないよな。これはつまり、人間の手入れがなくなってからかなり長い年月、数十年、いやそれ以上経っているということだ。まあ数十年じゃコンクリートの上には生えないか。そうだろ？それなのに、だ。なぜ洞窟内でお宝として登場するか加工食品にカビが生えるどころか、綺麗な状態で保っているのか。実は食品サンプルだったとか？いや、オリマーメモを読んでも間違いなく食べ物であることは確かだ。そして逆に地上には加工食品のお宝が一つも存在しない。この二つの矛盾を総合して考えると導き出せる結論はただ一つ。地上は数百年以上経った未来の地球だが、洞窟内部は数ヶ月、数年程度しか経ってない近未来の地球ってことだ。じゃあつまり、洞窟内は完全な別世界が広がってるってことね。そういうことだ。だから時間の経過も止まるんだぜ。またこう考えると、辻褄が合うことが一つある。それが原生生物の存在だ。原生生物の存在？ああ。実は洞窟と地上では生息している生物の種類が、ほとんど違うんだよ。確かに、私の可愛いハチャッピーちゃんも、洞窟にはいるけど地上に存在しないわ。そうなんだよ。これが洞窟内は近未来の地球と言われている理由だぜ。ピクミンは SF アクションゲームだったの。お次は象の足に関連する都市伝説を紹介しよう。象の足はピクミン2に登場するダマグモの一種だ。黒地に紫の模様が入った外角に巨大な丸い胴体。さらにダマグモをそのまま巨大化させたような毒々しい生物だぜ。てか、いつ見ても大迫力ね。圧倒されるよな。象の足が現れるのは大量のボス敵が登場する洞窟、百戦錬磨の穴の最深部だ。胴体以上に大きな足でピクミンを踏んづけるぜ。
そうそう、範囲がでかいから、油断すると一気に持っていかれちゃうのよね。特に最初は見た目のインパクトにやられちゃうもんな。また体力もダマグモより高いため慣れないうちは長期戦になりがちだ。ただ胴体が大きい分ピクミンを貼り付けやすくなっているため、慣れると速攻で倒すこともできるぜ。うんうん。あ、でもゾウの足を倒すとあれが出てくるんじゃなかった？そう。こいつもダマグモ同様倒すと爆発し、中から大量の卵虫を放出するんだ。このグロテスクな光景に心をやられた人も多いんじゃないかな。うわ、虫嫌いな人は閲覧注意なレベルね。ああ、そんなゾウの足だが実はとある都市伝説が囁かれている。それがゾウの足イコールゾウの足説だ。ゾウの足がゾウの足？何言ってるの？知らない人向けに説明すると、ゾウの足とは1986年に、旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所事故中に生成された、巨大な炉心溶融物の塊の通称、つまり核燃料の塊ってことだ。核の塊ですって？そんな恐ろしいものがあるの？ああ、この物体は何層にも折り重なった樹皮のような構造を持ち、黒煙を含むため黒みがかった色をしているんだ。また1986年12月の発見時にはゾウの足周辺の放射線量が、約8000レントゲン毎時もあったぜ。ごめんなさい、全然想像がつかないわ。ああ、この数値は人間が近づくとたった1分で致死線量を超え、死に至ると言われているほどだ。1分近くにいただけで？なんなのよその物質は。恐ろしいよな。これがゾウの足と呼ばれるものなんだが、ゾウの足って名前だけ見ると動物の、ゾウの足をイメージしがちだが、どう見ても動物のゾウの足には見えないぜ。確かに。でもピクミンに放射能の塊なんて出てくるかしら。は、気づいたか、そう。先ほどのピクミンの惑星、放射能まみれの、地球論が正しければこんな生物が作り出されても、不思議じゃないんだぜ。うわぁ、繋がったぁ。これがゾウの足に関する都市伝説だ。最後はピクミン3のラスボス、アメニュードウにまつわる都市伝説だぜ。アメニュードウは悲しき獣の塔のボスだ。見た目は金色のアメ坊主だが、なぜかオリマーに執着しており、ダンジョン内に彼を軟禁。オリマー自身が逃走を図ったり、第三者が彼を救出しようとすると、どこまでも追いかけてくるぜ。こわぁ、これと戦うの？そうだ。塔の上で一度戦うことになるが、この時は大して強くはない。ただ倒すことができないため、プレイヤーは追いつかれないよう、仕掛けをピクミンで突破しながら塔からの脱出を図るぜ。また塔内ではチャッピーやブタドックリなど、別の生物も、登場するが、倒すとなぜかアメニュードウのような、金色の液体となり消滅してしまうんだ。うん。つまりアメニュードウが作った分身ってこと？おそらくそういうことだろう。実際アメニュードウとの戦闘ではコニュードウという分身が出てくる。こいつらは前作のラスボスのように炎や水などあらゆる種類の攻撃を仕掛けてくるんだ。そして物語最後、アメニュードウにダメージを与え続けると、次第に体が小さくなっていき、最後はオリマーを解放して逃走するぜ。逃走ってことは倒せなかったのね。でもこれでゲームはクリアかな？その通りだ。このままエンディングに突入するんだが、恐ろしいことに、そこには塔の上からロケットに手を振る、アメニュードウの姿があったんだぜ。手を振ってるの、なんだか怖いんだけど、一体何なのこの生物は。その正体に関して公式から明確な回答は出されていないが、水飴のような体に、ひたすらこちらを追いかけてくる性質は、ピクミン2のアメ坊主にそっくりなんだ。そのためアメニュードウはアメ坊主の近似種ではないか？と言われているぜ。なるほど。だけどそもそもアメ坊主って何なの？そこなんだよ。似てると言ってもアメ坊主自体、集団幻覚扱い、されているような存在すら危うい生物だからな。ただアメニュードウ戦の BGM をよく聞いてみると、うっすらアメ坊主戦の BGM が流れているんだ。だから全くの無関係とは考えられないぜ。うわほんとだ、何このホラー演出。じゃあそれはいいとしてオリマーを追っかけてくるのはなぜ？それについても公式からの回答は公開されていない。ただ後に発売されたピクミン3デラックスで復活した。生物図鑑では、悲しき獣の塔にいる原生生物はアメニュードウによって、作られた可能性があること人形形態の穴は、心の傷によって開いたものということが語られているんだ。心の傷？そう。そして同時に3デラックスで追加実装されたサイドストーリー、オリマーの冒険再びでは登場こそしないものの、悲しき獣の塔の地形を使ったステージが登場する。ここでは大破したドルフィン初号機を修理するためパーツの捜索と、回収が目的なんだが、作中でパーツを飲み込んだ生物たちは、みんな倒すと金色の液体となって消えてしまったんだぜ。え？それってつまりアメニュードウがパーツを回収しようとしてたってこと？そういうことだろうな。ここから考えられることはただ一つ、アメニュードウはパーツを集めてロケットを組み立て、オリマーを迎えに行こうとしていたということだぜ。どこまでオリマーに執着してるのよ。ああ、その理由は心の傷があることや原生生物のコピーを、自分で生み出していることから、おそらく友達が欲しかったんじゃないか、と推察できるぜ。ああ、だからオリマーをたびたび拉致していたの？おそらくな。エンディングで手を振っていたと思われたのも、
もしかしたら去ってしまうのが悲しくて戻ってきて欲しくて、手招きしていたとも捉えられるぜ。あ、アメニュードウ。さらに言うともしかしたらパーツを集めていたのも、ロケットを組み立てるではなくこうやって集めておけば、オリマーが戻ってきた時に喜んでくれる。そう考えていたのかもしれないぜ。あ、アメニュードウ。というわけで今回の動画は以上だ。とんでもない都市伝説ばっかりだったわ。でも一つ一つ、裏付ける証拠がたくさんあるよな。それがもっと怖いのよ。というわけで今回の動画は以上だ。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ、またねー。